皆さんこんにちは、朝日奈央です。やっほー、元気。私は元気です。今日は、以前ですねインスタで募集した質問をこちら YouTube で答えていきたいと思います。いつからその声なんですか？わかる。どう？話しかけやすいオーラ出てる。私龍だけどこうやって吸い取ってもう丸めて、何がいいかな。DANIE175 さとしさんから、10年後どこで何してる。すごい最初からすごく壮大なテーマなんですけど、10年後に今月で26歳だから36歳か。テレビのお仕事をしてるのかな、まあしてたらいいなって感じなんですけど、まあ、仕事をしつつ、まあ、結婚とかして子供とかもいたらいいなと思ってますかね。なんだろう、どこで何してるって難しいね。ちょっとあと1週間ください、すいません。次、OA995143、 宣材写真いつ買いますか？わかる。本当に多分ここら辺に写真出てるかな。はい、こちらちょうどここで撮ったのかな、多分事務所で撮ったと思うんですけど、やばいんだよね。見て、一瞬パッて見た時みんな思うと思うんだけど、カエルかなって思うでしょ。なんかちょっとカエルっぽいんだよね。でこれ撮ったのが21歳とかかな。そう、やっと宣材写真変えれると思って撮影して、気合い入れて多分巻いてもらったんだよね。当時は気づいてなかったんだけど結構太ったの。今より6キロぐらい太ってたかな。なんかちょっとパンパンなんだよね。宣材写真って結構番組とかでも使っていただくことが多いので、多分紹介とかで大事なんですよ。 KANTA493 から、いつからその声なんですか？わかる。私もわからない。てかね、自分がこんな変わってる声してるなんて気づかなかったんですよ。私がアイドリングに入った頃、アイドリングっていう番組があったので、私が出ている姿を番組で見るわけじゃないですか。初めて動く姿を、テレビの仕事がアイドリングが初めてだったので、びっくりした。私の声ってこんな声なの。まあ見た目もそうだし、私が動いたりしてるところって客観的に見るとこうなんだって思ってびっくりしました。なんかここで出してる感じしますよね。私的には全然そんなつもりはないんだけど、ちょっと今年喋り方変えてみようかな。お願いします。じゃあ次、SA0520SA さんからいただきました。ありがとうございます。ファンミみたいな交流イベントの予定はないですか？嬉しい、そんなこと思ってくれてるの。ありがとうございます。いや私もね、ずっとやりたいんですよ。実はこの仕事させてもらうようになってから、まあ私の夢の一つでもある、そう、個人のファンミーティングみたいなのをやりたいなってずっと思ってるんですけど、なかなか叶ってないんですよね。4月がお誕生日だったので、これを機にこうイベントみたいなのを今年やりたかったんですけど、ちょっと今回というか、まあ最近ね、ちょっとコロナが流行ってるので、今度にしようかってなって先延ばしになった感じですね。まあ落ち着いてから、みんなが安心して外に出れるようなね日が来たら、また考え直してやりたいかなって思ってます。その時はぜひ遊びに行ってください。はい、 TB1031 さん、最近ハマっている食べ物。最近ハマっている食べ物、むずいな、ちょっと待って。私でも確かに、私ハマるとずっと食べちゃう傾向にありますね。コンビニで売ってるミルクレープがすごい好きで食べちゃう。あれ美味しいんだよね。生地がもう何層にもなってる、まあ、知ってるから皆さんミルクレープは知ってると思うんですけど、あと食べ物じゃないんだけど、ごめんね、ちょっと違う情報なんだけど、あとはね、最近ティーにハマってて、ハーブティーとかにハマってます。で一番ハマってるのがローズヒップティー。なんかすごいビタミンが入ってるらしくって、お肌にもいいと聞いたので飲むようにしてます。はい、結構私ニキビとかできやすいし、そばかすとかもあるから、もうとにかくビタミンっていう感じでビタミンを取らなきゃなと思って、今とか最近意識して飲むようにしてます。
してます。6714.kさんから、もしイラッとした時にポジティブな感情に持っていき方があれば教えてほしいです。あるよね、やっぱ人間だから私もね、ってなる時あるけど、一回大きく深呼吸して、これちょっと人がいないところでやるんですよ。その例えばこうイラッとさせた人がいたとして、その人の前でやると余計とちょっと喧嘩になっちゃうと思うんで、その方がいない時とかに一回一人になって、はぁーってまず深呼吸します。そんでこうね、下をこうなんか落ち込んでる時とかイラッとした時ってこう下を見がちなんだけど、下向いてるとどんどんこうなんだろう、マイナス思考になっていく気がして、だから悩んだりイラッとした時とかは、何かこう気持ちにグッと変化があった時はなるべく私上を向くようにしてますね。こう上向いて、多分あの人もこういう理由があってこんなこと言っちゃったのかな、それとも何も考えてないでついつい言っちゃったのかな、そうだね、ついつい言っちゃったのね、 OK じゃあねってこう、なんていうの、深く受け止めすぎないというか、こうラフに考えられるような感じ、いい方に持っていったりします。ぜひやってみてください、おすすめ。8133TECJ さんから、前髪作ったのおちゃんが見たいです。え、ちょっとねチラチラ見えてたと思うんだけど、こんな感じ、まあでもまだちょっと若干長いんだけど、分けれるように切った感じなんで、うわー、なんか不思議な感じ。もうねずっとここにあの前髪あった感じだったので、そうでも結局邪魔になってこうやって分けちゃうんですけど、なんかたまにここでちらつかせたりしてます。うん、なんかやっぱちょっと切るだけでも雰囲気変わるから楽しいよね。KIE さんからいただきました。人見知りをなくしたいです。朝日ちゃんみたいに誰でも仲良くなれる人にはどうしたらなりますか。いやいやいや、あのね全然そんなことなくって、私も結構なんか初めましての人とか、まあ、それこそバラエティ番組の収録とかってほぼほぼ皆さん初めましてなんですよ。まあ、最近はもう何回か共演させていただくことが多くなった、まあ、芸人さんだったり芸能人の方もちょっとずつ増えてきたんだけど、最初の頃とかはもう本当に誰も知らなくって話したこともないしという状況からスタートなので、私もね結構その本番前控え室、みんなが集まるこう前室みたいなのがあるんだけど、そこで割と皆さんお話しされてるんだけど、もちろん話したことないからそこに食い込んで話したりできるタイプじゃないんですよ。意外と本当に皆さんがこう話してて遠くの方にスッと立ってるっていう、もう何もできずで、最初の頃とか事務所の人にもう話しかけに来ないよとか言われてたんだけど、だってなんだよ、何急にって思われたら嫌じゃないですか、今盛り上がってたのにとか。例えば私的にはそこを直したいところではあるんだけど、なんか別に割り込んでまで入ることじゃないなと思ってちょっと距離を置いてこうスッと上を向いて立ってることとか多いですね。基本何話していいか分かんないじゃないですか。最近元気ですかっていうのも変だし、私はそんな無理に行く必要はないかなとは思いますね。でも分かる、でもねあんまり考えすぎない方がいい。でもずっと暗い顔してると周りからもなんか怖いなって思われちゃうから、とりあえず話しかけないにしろ口角を上げてスッと立ってればいいかもしれない。そしたら逆に話しかけてくれるかもしれないから、その雰囲気を出すっていうのは大事かもしれない。ちなみに今考えついた、私これやったことないんだけどやってみてください。はい、ちょっと私もやってみよう。どう、話しかけやすいオーラ出てる？JP1763 からいただきました。食欲抑えられない時どうしてましたか。でも私今でもあるんですけど、食欲抑えられない時はもう我慢しないで食べます。食べちゃう。だってさ、もう我慢して食べないって無理じゃない。もういっつもさ、まあ、この間もそうなんだけど、カップラーメン夜中にね、深夜にカップラーメンを食べようとしたの。ここまで手届いてんの。でも12時回ってるしな、どうしようかなって言って一回手に取るの、はあ、でもなっつって
回戻すの。戻すんだけど、やっぱ無理だ食べようっつって結局食べちゃうっていう。でも一回戦うんだよ、一回戦うんだけど、やっぱね無理、抑えきれないから、もうそういう時はもう食べる。そのしょっちゅうやってなければ食べる。もう毎日がそれだったらさすがに自分で止めますけど、たまにだったらもう全然食べる。食べて次の日リセットじゃないですけど、次の日を気をつける。でもあるよねそういうのね、わかるよ。PIPIPII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 I
しい、ありがとう。朝日ちゃん、なおちゃん、どっちで呼べばいいんだろう、悩み中。ね、悩み事が可愛い。どっちでもいいよ。でも、なんかなおより朝日って呼ばれる方が嬉しいかな。あとね、友達とかだと、まあ、なおとか、あと年下の子にはなおりんって呼ばれてますね。前アイドリングメンバー、年下のアイドリングメンバーの子がつけてくれた名前なんだけど、可愛いよね。めちゃめちゃナオリンっぽくないでしょ。私もそう思ったんだけど、その子がナオリンってつけてくれたから、まあまあその子にはそう見えてんのか、まあいいかと思って、まあいいかってしてたら、徐々に広まって、他のメンバーからもナオリンって呼ばれることが、そうですね、多くなりましたね。そっからファンの方にもナオリンって呼ばれることがちょっとずつ増えました。全然何でもいいです。もう好きなようにお呼びください。何でもいいよ。何でもいい。SOLA ラララ、ソラちゃん。ソラちゃんかな。ありがとうございます。朝日ちゃんのように全力に行きたいです。笑ってじゃないよ。意識していることなどありますか。全力で生きてる感出てんのかな。いやー、わかんない。もう本当にただただ楽しむぞ、今日も楽しむぞ、明日も楽しむぞっていう気持ちでしかいないから、息をあるふうに見えるのかな。でもただただ楽しんで生きているだけ、それだけですね。うん、全然何も意識してないな。なんだろう。あー、でもやっぱさ、さっきも話したけど、たまにこう落ち込んじゃう時とか、まあ、もちろん私でもあるんですね。なんですけど、もう本当にもう昔からそうなんだけど、その時間がもったいないなって思っちゃうタイプだから、この紅葉のマイナスな頭の中でさ、マイナスなさ気持ちが出てきた時に、マイナスな考えが出てきた時に、一回これを吸い取るの、自分で。ちょっとここから怖いよ、ごめんね。私流だけど、こうやって吸い取って、こうマイナスなやつを吸い取って、もう丸めてこうやって投げる。これめっちゃいいよ。これで出てくから、本当にやってみてください。これはすごい。これは初めてことあるかもしれないな。 ATUATUODEN46 さんから、明日天気になりますか。なると思う。この感じだとなるね。はい、ということで、もしまた何かあったらいつでも質問してください。この動画がいいなと思った方は、グッドボタンをお願いします。あとチャンネル登録もお願いします。バイビー。